やむぞやむぞ、アフレコするぞ。あ、今日5本もある、5本もアフレコしなきゃいけない。ああ、やむぞ。ああ、現在1時です。はい、昨日たくさん仕事したので11時に起きたんですけど、何の問題もないです。はい、もうだって今日分の仕事はもう今日のこのアフレコで終わりですもん。でも5本もアフレコがある、喉がしんどい、でもやる、頑張る、いくぞ。はい、終わった終わった。はい、この部屋でももちろんお布団をかぶせて何とかしております。はい、あー疲れた。あー今ちょっと目がくらんだわ。あー疲れた。編集しようかな。現在動画をアップロードしております。これが終わったら行こうかなと思ったんですけど、なんとですね、アフレコミスがございましてですね、一箇所読み忘れていたものがあったので、一回このパソコンを置いていくとともに、そのアフレコをしてからもう一回出かけたいと思います。めんどくさ、暑すぎね、暑すぎ。今日の気分は乳酸菌で、はい、この冷蔵庫全然冷えんな。ギリ冷たい、もうほんとそれぐらい。あっちのさ、あのキッチンの下にも冷蔵庫あるって言ったじゃないですか。あれつかないんですよ、もう粗大ゴミ、ただの。あー、そりゃつくわけねえわ、だってコンセント抜かれてんだもん。これ何、つけていいんだよね、さすがに。いいよね、つけるわ。うん、おー、ついた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 。さすがに部屋にある冷蔵庫使っちゃいかんとかいう、そんなルールはないですよね。さすがにちょっと使わせてもらいます。で、もう今日にしてあるんで、こっちの方が冷たかったら、こっちに移転します。自由な娯楽は10分以上の動画が多いからさ、アップロードに非常に時間がかかるんですね。はい。あの、1000円娯楽とかは2分とか3分なんで、すぐパッてアップロードが終わるんですけど、彼たちは非常に時間がかかるんですよ。もう結局4時半じゃねえかよ、こんなことやっとったら。もう、早く終わったのにさ。行くか、とりあえず、撮影に。はい、ということでユニバーサルスタジオジャパンまでやってまいりました。今の時間がだいたい6時なんですけど、 USJ って本当に何にもない平日、もう休暇とか、その例えばこの前みたいの、あの夏休みとかそういうのがなかったらめちゃめちゃ早いんですね、閉まるの。19時なんですよ。なのであと1時間で閉まるということで、もうチケットをね売っておりません。はい、まあ別に入るつもりはなかったんですけど、ワンチャン入れるかなと思って来てみたら、あ、もうやってないらしいので、このユニバーサルスタジオジャパンの目の前のあちらぐるって回りまして、あっちの方ですね、ユニバーサルシティウォークっていうところですね、そちらでちょっといろいろ楽しんでいこうかなと思います。チャンスがあれば1000円娯楽取りたい、そんな感じでいきましょう。でもね、いざね目の前まで来ると超入りたいよね。あの、絶対この大阪期間中には入ります。スパイダーマンがもう今年で廃止になっちゃうんですよね。あんなに人気のアトラクションがなくなっちゃうので、まあちょっとさすがに1回ぐらいもう乗っときたいなっていうことで、ちょっとさすがに乗りに行きたいとは思いますが、今日は無理なんで。と言いながら初っ端から撮影をぶちかましたわけですが、もうね食べちゃったせいで、おー、なんか今から食おうぜっていうテンションじゃなくなっちゃったんですよね。だからもうちょっとこのユニバーサルシティウォークを散歩して、あ、こんな感じなんだねっていうのを見てから、なんか食べようかなと思います。とりあえずゴリラのところに来ました。ちょうど今19時過ぎるぐらいなんで、かなりあのギリギリまで残ってた人が一気にわーって帰ってくるんで、ものすごい人だかりになってるんですけど、あと多分20分もすれば閑散とした感じになると思います。なんか日本だなーっていう感じがするよね。あれさ、スシローの看板なんだけどさ、スパイダーマンの目に似てない？このここのところめっちゃ似てるよね。ザ・パークフロントホテルっていうホテルなんですけど、これがユニバーサルスタジオジャパンに一番近いホテルですね。これが出口でそこなんで、めちゃくちゃ近いんですよ。で、これを高校ぐらいかなに立ったんで、もうね、USJ ファンとしてはずっとね、ここに泊まりたい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 言ってるんですけどね、未だまだ泊まっておりません。もうちょっといつか泊まりたいですね、ここに。100万人達成して帰ったら、ここに泊まって優雅にUSJ でも楽しもうかなって思っております。で、相変わらずのシンボルですね、ここがシティウォークでハードロックカフェっていう、めちゃくちゃアメリカンなカフェがあるんですけど、すっごいコアな話していいですか。今あそこ山みたいになってるところが、あれダブルヘリクスっていう場所なんですよ。で、今ここわーってこう一周するじゃないですか。ここコース周っていうんですよ。ちゃんと名前があるんですね、コースに。
すいません、あそこダブルヘリックスじゃなかったです。ダブルヘリックスはですね、あちょっと外からじゃ見えませんね。ダブルヘリックスは普通ジェットコースターってまあこうやってまあ横に流れていくわけですけど、横にこうやって2回回転するところがあるんですよ。真横にジェットコースターがこう横になって、そこがダブルヘリックスですね。あー押してくる押してくる押してくるよ。並んでる人はね、最後に楽しいぞー、行きたい。ハリウッドドリームザライドは愛知県日本で初めて足がつかない無重力を再現したジェットコースターになってますね。そこからそれに似たジェットコースターが全国的に広まりましたね。まあこれは多分みんな知ってると思いますけど、このユニバーサルスタジオジャパンの前にあるこの地球儀ですね、これ本当の地球の回り方とは逆の方向に回っておりまして、なんでかというとユニバーサルっていう文字をしっかり読んでもらうためにあえて逆回転にしてますね。なのでユニバーサルスタジオジャパンのこの地球儀はもしねこの回転してたら西から太陽が昇って東に沈むのでバカボンの世界です。はい、あはい、そうです。あ、ありがとうございます。エントランスでも楽しそうだもんな。もうね今はここを入れないようになってるんですけど、昔はこの柵がなくてですねそこまで行けたんですよ。で再入場も可能だったんです。で再入場の時はスタンプを押してもらうんですけど、そのスタンプが消えたって言って買ってもないのに入る人が増えたんですね。その代わりにこう手に見えない赤外線かなんか当てると光るスタンプあるじゃないですか、あれを押してもらうんですけど、トイレに行って手洗ったからそれ消えたって言えば入れるんですね。でじゃあなんでこの柵があるかっていうと、その代わりに半券、チケットの半券ありますよねっていうのがあったんですね。実際のチケットとそのスタンプで照合してたんですけど、トイレで消えたって言えばチケットだけあれば入れるようになっちゃうわけですよ。なのでそっから中に入った人がチケットをもらって、すいません再入場なんですけど、あチケットはあるんです、でもあスタンプごめんなさいトイレで消えちゃったんですよって言えばお金を払わずに入れるっていうことがかなり横行しましてですね、だから今こうやってここには入れなくなっております。毎回このライトはさどこまで伸びてんの。おーっとここまでか。なんか不思議だね、もっと伸びそう、どこまでも伸びそうな感じなのに。来ました、僕が昔お世話になったゲストサービスです。ここに彼女と来て、で僕がそのロッカーにその荷物とか預けてて、で大元のその大きいやつは普通に預けて、でちっちゃいやつだけ持ってこうって言って、でその中に財布とかいろいろ入ってたんですけど、まさかのそのちっちゃい財布とか入ってる方をそのアトラクションのロッカーの中に置いてきちゃって、でしかもその使ってたやつが他の人がまた入れちゃって、で鍵開かなくなっちゃったんですね。だから開けてくださいって言っても、いやごめんなさいお客様がその使ってるので中に 何が入ってるか、あなたが言ってることが本当かもわからないから開けられないんですっていう感じなんですよね。まあそりゃそうですよね、だって僕が嘘ついてそれ僕の財布ですって言って開けてもらったら誰の財布でも盗み放題になっちゃうわけじゃないですか。だから僕は泣く泣く諦めて、その大きい荷物の方に新幹線のチケットとか入ってたから、ああなんとか帰れるねって言って、で彼女に帰りコンビニのサラダパスタをおごってもらって帰ったんですけど、何日かして見つかりましたっていうメールが来て、で送りますねって言って、配送料も全部ユニバーサルが負担してくれて、でまあ荷物は丸々届いたんだけど、その荷物も全部ユニバーサル の紙袋みたいなのあるじゃないですか、お土産買った時にもらえるあれにくるまれてきたんですね。だからちょっと余計テンション上がっちゃって、 ありがとうございますって。だから俺その時にそのユニバーサルの住所が送られてくるんですけど、その住所未だに覚えてますもんね。大阪府大阪市此花区桜島 2-1-33 だったと思います。ご覧ください、こちらモッピーです。昔ねモッピーの専門店がユニバーサルの中に入ってたんですけどね、いつの間にかクビになっちゃいましたね。はい、モッピーがまた輝く日を楽しみにしております。一応ホテルはたくさんあるんですけど、これがさっき紹介したパークフロントで、これが近鉄ですね。その奥に、京阪タワーっていうものがあって、あっちにユニバーサルポートですね、海側の方になってビータみたいななんかのがあるんですよ。そんな感じのがで、ポートがおすすめです。ちょっと遠いんですけど、この辺みたいにごちゃごちゃしてませんし、ちょっと静かな感じで行けますので、まあ、どうせね泊まるんだったらあっちの方が僕はおすすめですね。どっちかといえばみんなてか、こっちがすぐ混んじゃったりとかすぐ予約が埋まっちゃったりするので、結果的にポートが一番予約取りやすいっていうのもありますけど、こっちだとねガヤガヤしてるからね心落ち着かないんですよね。もう人混みは USJ の中だけで十分なんで、日本だなっていう雰囲気だね。ていうかさ、この辺に X シングスあったと思うんだけどさ、潰れた、まさか。
ちょっと俺楽しみにしてたんだけど、ユニバーサルでもゴンチャは激混み。ユニバーサルでもっていうかユニバーサルだからか、今別にゴンチャどこも混んでないもんね。あれこのタリーズのところがそうだっけ、あもう潰れちゃったかな。出ました、映えスポット、ユニバーサルパークフロントホテルの目の前ですね。ここめっちゃ映えスポットなんですよ。でも誰も通ってないんでね、あの写真撮るときここおすすめですよ、綺麗だし。まあホテルなんですけど、とにかくこのユニバーサルシティウォークっていうのは、まあ特にね、あのユニバーサルスタジオジャパン自体が海外の映画とかを題材にしてるだけあって、目の前のこのお店、日本語のお店が基本的に大体英語になってます。あのびっくりドンキーもそうですね。これびっくりドンキーって、まあ、びっくりがローマ字表記になってて、じゃないとね海外の人分かりませんし、日本人はねもうあの色見ただけで何の店か一発で分かりますけど。俺あのホテル知らんぞ、なんだ俺。あれだ、これが粗品さんが言ってたあの宅急便頼んどったところですね。ちなみにお土産なんて出てきても買えますので、あの百味ビーンズがもうたまに売ってるんですよ。あれこんなところにローソンもう一個あったっけ。すごくない、こんだけ人混みがある中でさ、ゴミ箱が全然荒れてないんだけど、まあ掃除したてっていうのもあるかもしれないけど、なんかもうちょっとさこう汚いイメージじゃん。すごい清潔にされてるね。会いました、エルモとモッピーですね。モッピー可愛いんだけどね、可愛いんだけどね、あんまり人気でんかったよね。ここの門あるじゃないですか。でこの奥にチケット売り場だったりとか、ちゃんとしたその入場口みたいなのがあるんですけど、これが営業終わったらここの門から閉まります。もうだから、次開くのが多分明日の6時か7時ぐらいだと思うんですけど、そっから開いて、で各入場口に散らばるっていう感じですね。はい、なんで知ってるかというと、僕2時から待ったことあるんですよ。入場口戻ってまいりました。こっから全部入場口なんですけど、こっち側ですね、こっち側は並ばない方がいいです。並ばない方がいいっていうか、並んでもしゃあないっていうところがありまして、なんでかって言いますと、こっちアーリーパークインの人なんですね。 JTB っていう旅行会社あるじゃないですか、あれで申し込んだらアーリーパークインっていう15分だか早く入れるっていう特典がついてくるプランがあるんですね。でそれはだいたいこっち側ですね。こっち側っていうのは、ゲストサービスっていう方ですね。あの VIP っていうのもこれなんか特別な人ですよ、まあ、よくわかりませんけど、なんかすごい人なんですよ、とにかく。はい、でまあそういうのがありますよってことですね。なんでこっち側には並ばないように奥側に行きましょう。今ジュラシックパークもやってないんだ。スペースバンドジーザレードはやってないと昨日見たけど、ジュラシックパークないのはさちょっと寂しいな。ティラノザウルス会いたかったな。 USJ の今の値段は8600円ですね。僕が中学生の頃は6800円とかだったと思うんですけどね、数字逆じゃないですか、数字が。とりあえずトワイライトパスが6000円ってことが分かったんで、まあ、これですね、多分次来るとしたら。1日はいらないですね、平日に来るんだったら。 USJ って別にそこまで広いわけではないので。でここには載ってないんですけど、あ、ありますね、はい、出たエクスプレスプレミアム。今プレミアムって名前なのか。これ全部なんですよね、これ。あ、15,000円、あ、かなり安いんじゃないこれ。あ、安くはなってるけどちょっと弱体化みたいな感じですね。これ15,000円で全てのアトラクションが、優先して入れるっていうやつですね。まあそれはいいんですけど、ショーとかも全然もう優先して入れますよってやつで、ハリーポッターエリアも、まあ、今は入り放題ですけどね、ほぼまあ入れますよっていう感じのやつですね。昔は2万円ぐらいであったんですよ。最大で5万。ああ、とんでもない。昔は2万円でもう全部乗り放題で何回でも使える、でショーも優先してどんどん入ってくださいっていうのがあったんですよ。でその時はこの腕に何かこう巻いてそれ見せれば、あれどうぞっていう感じでいけたんですね、はい、そういうのもありますし、あと4と7っていうのがあったりとか、4枚綴りと7枚綴りでこうなんかどのアトラクションから1つ選んで、でまたどのアトラクションから1つ選んでっていう感じだったりとか、あと7はもうそれの7枚綴りバージョン。このアトラクションはいいな、例えばこれだったらスパイダーマンもそうですし、あとハチャメチャライド、ミニオンのハチャメチャライド、これもかなり人気なんですけど、まあ、それが確定でさって入れるのがついたちょっと高めのやつもあったりとかするんで、まあ、ワンチャンですけど、僕は朝に来るぐらいだったら土平日の、トワイライトパス買って、でその優先券買ったらもうそれでだいぶ遊べますので、もう本当にアトラクションだけでいいですよとか、もう一日中いなくていいですよっていう人はそういうのも、ありかもしれません。
それやるといいところはわざわざ早起きしなくて済むんですよね。朝並ぶじゃないですか。でもう開園ギリギリとかに来たら、まあ全然入れないわけですよ。もう今ね海外からバーって入ってきてますから、もうそんな人たちが前に入られたら、もうねそんなギリギリになったらね、入るのに30分1時間かかる、だるいじゃないですか。それを避けるんだったらもう超早起きして一番前に並ぶか、もしくはそうやってトワイライトパスで優先券買ってもう楽しむか、もうその2パターンですね。ちなみにこれ土日は使えません。あの3時からって言って、まあピークを過ぎてのその逆に安いみたいな、そんな感じのパスだったとしても、あの休日、土日、お盆、年末年始、春休み、まあこの辺はね、あの何時だろうと 2時間待ちとか平気であるので、あのこれをやれないので、まあこの方法が使えるのは土平日ぐらいですね。あの学生の皆さんはまず今死んだと思っていただいて、で社会人の人はね有給取っていってください。で僕的に入賞して最初に行くべき場所とか、どういう風に回ったらいいのかっていうのを、僕あの大体一緒なんですけど、まず最初に僕絶対ハリドリ行きます。ハリドリ行ってテンションぶち上げて、そのまま、まっすぐ行くと、スパイダーマンの方に行けるんで、スパイダーマン行きます。もうこの最初にそれを踏んでさえいれば、あのまず一番並ぶハリドリは、並ばないと。でバックドラフトまで行ったら、もしかしたら最初は普通の前向きなやつでやるんでって言って10分15分ぐらい待つかもしれないですけど、まあそれでもあの今後2時間待つのを省略できるって考えたら、それも15分ぐらい待ってもありかなと思います。でその次にスパイダーマン行くと、だいたい30分から40分、まあ、1時間以内には乗れます。でこの2つが乗り終わったら、だいたいどれぐらいだろう、10時半ぐらいか、もうこの時点で昼飯に行きます。で昼飯も並ぶんですよ。でも12時なんかもう入れたもんじゃないので、もうさっさとこの辺で並んでおいて昼飯を食べますと。でその後に、ジュラシックパークですね。ジュラシックパークは結構あの早いので、はい。で、後半に差し掛かって、まあスペースファンタジーザライド乗りたいんですけど、スペースファンタジーザライドはかなり並ぶので、まあ、これはもう諦めるか、もしくは最初のハリドリをスペースファンタジーザライドに切り替えるか、もうどっちかですね。あとはもう夏とか暑いんでウォーターワールド見に行くんですよね。ショーなんですけど、水バチバチにかかりますので、冬はね結構あの抑えてくれるんですけど、夏はね暑いんで水バシャバシャかけてくれますので、あのどうかね、あの濡れてもいい服装とか着替えを持っていたりとか、タオルとかカッパとかそういうのを持って、行ってみてください。あのかなり涼しいので。であと最初ハリドリ行くって言ったんですけど、ハリーポッターが好きな人はもう一瞬でハリーポッター来てください。もうそれもあの最初に逃したらハリーポッター好きはもうほぼ終わったと思ってもらって構いませんので、もうマジで並ばないとどれないことになりますので、ハリドリ捨てるか、スペースファンタジーザライド捨てるか、ハリーポッター捨てるか、もうこの3パターンですね。もしくは、まあ、多少待ってもいいから、うん、まあ、乗ろうかっていう時はスパイダーマンを捨ててください。スパイダーマン捨てたら、まあ、なんとか1時間か1時間半ぐらいで街で行けるんじゃないですかね。ハリーポッターはとんでもないので、もうお盆なんか行ってみてください。もうほんと人見に行ってるようなもんですから。ギャップがあるんだけどさ、買う、みんなユニバーサル来てギャップ買おうぜってなる。そこそこお客さん入ってるけど別に並んではないよね。完全に涼みに来てるよねみんな。 USJ のこの雰囲気を味わうだけで大阪ラバーを聞きたくなるっていうのはありますよね。ちなみに大阪ラバーは USJ のために作詞作曲されてるんで、あれって物語的には東京に住んでる彼女が大阪に住んでる彼氏に会いに行くっていうストーリーなんですよ。で最終的にあの女の子が、いや結婚したいから早く言ってよ、結婚しようって、一緒に住もうって言ってよみたいな感じのストーリーなんですよね。結構ねほんわかしたストーリーなんですけど、あれが作曲されて、ハリウッドドリームザライドって音楽聴けるじゃないですか。あそこに大阪ラバーが入ったんですよ。初代のその楽曲一覧の中には大阪ラバーが入ってたんですよ。でなんでその東京と大阪でこうつなぐみたいなストーリーにしたかっていうと、もうお察しの通り、あの東京からも遊びに来てくださいっていうメッセージ性が少しだけ入ってるんですよね。だからハリウッドドリームザライドが初めてできて、で一番最初に乗った人ってあのドリカムなんですよ。まあでも僕大阪ラバーが楽曲に入ってた時代に入ったことないのでわかんないんですけどね、その楽しさみたいなもの。きっとね大阪ラバーは最高だったと思うんですけど、まあ、いつか復活してくれることを願いましょう。僕の中でハリウッドドリームザライドの曲だなっていう一番の印象はグッキーですね。ベッキーとグリーンがコラボして作られた曲なんですけど、まあ非常にいいです。バカテンション上がるんでね、皆さんぜひ YouTube で聞いてみてください。もうねアホみたいに話しかけられるんで、そろそろ帰りましょうかそろそろ帰りましょうかってか、なんか食って帰りましょうよ。なんかしら食べて帰りたいんですけど、別にさっき撮影しちゃったから
なんかすげえ腹減ってるかって言われたらそうでもないので、クレープとかかな、クレープとかかな、クレープ食べて帰ろう。みかんミルキーだった。あれ難しいんだよね。はい、ありがとうございます。すげえ申し訳なかった。すっごいこれ凝って作ってた。なんかこれを作るのにめちゃくちゃ時間がかかるらしくて、これを作ってる間にお客さんが 2,3 人もう後ろからもう出来上がって、はいどうぞどうぞって言ってる間に俺の映像ずっと作ってたから、混んでんのに申し訳ねえなと思いながら見てました。すいませんでした。ということで最後みかんミルフィーユ、カスタードが上にどっさり乗って中にホイップクリームですね。じゃあいただきます。うまっ、これはうまいぞ。じゃあ今度来るときは中に入りましょう。ということで中に入れるように一生懸命仕事早く終わらせてここに来れるように頑張りたいと思います。ということであざした。